今日でどこまで行けるかな。これで、あとバレットの武器も育てなきゃいけないし、忙しい。あ、そうだ、武器育てるのにアビリティ使わなきゃ。サルタン、君かな。かわゆすな。いいところに来た。かわゆすな。クラッシュボックスを難しくしてみたの。おお。これは戦うための訓練なの。ハードル上げてく系。こんな世の中じゃ子供だって自分の身は自分で守らなきゃいけないでしょ。え、ハードモードにチャレンジしてんの。すごいな。箱相手じゃ物足りなくて、モンスターだってクラッシュできちゃうかも。え、モンスター用意したとか言わないよね。バカなことは考えない方がいい。バカですって。今日も池田メンタロークラウド。すっごい記録出してるのに。負けた、マジ。今日はそれを抜いてからにして。もう君たち実戦行った方がいいんでは。え、じゃあつまりハードってことだね。ハード。緊張する。ラピッドチェーン、よっしゃ、やるぞ。まあ、とにかくラピッドチェーン連打していけばいいんじゃないでしょうか。よっしゃ、ちゃんとこれ破壊までいかないと。よいしょ。武器がなんか、え、え、装備がダメじゃね。ラピッドチェーンつけてついてない。なんで、なんで使えないの。え、これしか使えないの。できるの。間違えた。これだ。武器のせい。全然ダメなんだけど。2000点とか。違う。ラピッドチェーンさすがに使えるでしょって思って、なめてたわ。バシバシボコボコやれる。あ、そっか、武器を変え忘れたんや。集中していく。消え失せろ。あー、全然ダメだ。ちょっと武器ですね、武器のもんでなかったことにします。まだやってないっていうことです。アイアン、インフィニットで1501撃。ちょっとかっこいいとこ見せたいっすね。アイアンブレードで行くしかないんだ。ラピッドチェインってさ、熟練度 100% なのにさ、これ使えないんだね。じゃあこっちにすれば、時間の箱壊すの意識した方がいい。あ、そっか、時間を伸ばしていけばいいのか。あ、インフィニットエンドで、ん、ハードブレーカーのインフィニットエンドで1500の箱を。そっか、もう一回チャレンジします。どうしてもやる気なら止めないよ。やるよ、なめんなよ。イケメンってだけじゃないんだぜ兄ちゃん。俺に惚れると怪我するぜ。よし、時間の箱壊してこう。で、アビリティ溜まってったらインフィニットで500の箱を壊していく。そっか、時間制限がこれで伸びていくんだね。めっちゃ大事や。で、1500の箱をインフィニットで買う。覚悟はいい。覚悟はいいな。イエーイ。はいはいはい。時間の箱。1万超え。あ、でも先に進まないとちょっとあれっすね。時間の箱狙って、よし、インフィニットいけ。2つ壊せ。2つ壊した。あ、やばい、時間の箱。おっしゃ。
す。耐えられる。100。高い。どけ。どけ。どけどけ。ああ時間の箱くれ。時間の箱どこだ。早く。ああもっと先に進むべきだった。ああはい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 。もっとガンガン先に行った方がいいね。小箱でゲージ貯めて1500ね。先に進みながらやった方がいいね。50は無視、OK。うん。とりあえず今はまだやってなかったということで、今から初めてやるってことです。今から初めてやります。奥に行って時間の箱をどんどん。最高の記録を出さな。任しとけって。よし、次こそ。時間の箱全壊しするぞ。はい。ちょっといいから時間、いいから時間壊す。どけ。とりあえず先に進むこと。どけ。沈め。アビリティを貯めるんだ。で奥に行くんだ。インフィニット食らえ。はい、で時間の箱壊してガンガン先に進む。とにかくアビリティを貯める。奥に進む、奥に進む、いけ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 。よし、そしたら奥だ、奥奥奥、ここだ。インフィニット、パス。はい、奥行こう、ちょっとガンガン行く。時間、時間、時間の箱。どうだ、沈め。こっちか。早く早く、時間の箱。こっちか、こっちでいいか。はあ、消え失せろ、消え失せろ。あ、こっちじゃなかった、道間違えた、こっちだったのか。早く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 、邪魔だ。もうこの先に間に合えばいいんだけど、インフィニット間に合わないか、間に合わない、道間違えたな。こっちね、こっちね、壊す箱間違えると全然ダメだ。くー、効率が悪い、マジか。鼻の穴の丸見えのカメラアングルだった。もういいや、もう何も怖くない、私はめっちゃ舐められてる幼女に。どうしてもやる気なら、やるってば。これをクリアしてストーリー進むんだってば。時間の先に、あ、ブレイブモードも使うんだ。時間はとにかく全部取る。アビリティを貯める。時間、仕上げだ。で、インフィニット耐えられる。30秒ぐらいキープしたいっすね、これ。よっしゃ、先に進む、先に進む。道さえ間違えなければいけるんじゃないですか。時間、時間、これもだ、これも。あそこにもある時間。こっちだな。
よいしょ。時間壊して。これもだ。おお。インフィニットこっちか。フィニットエンド。こっちじゃなかった。こっちじゃない。こっちでは合ってる。であとはだんだん壊していくのか。一応全部取ってるってことでいいんだろうか。こっちの1500も壊す。はい、よし、25,000。時間これ全部取っちゃったのかな。隙をつく。覚悟はいい。よし、インフィニット。いけ。もうちょっと。隙をつく。3万。よっしゃ。おお、3万点いったんだけど、3万点でいいのかな。クリアってことか。いけたの。すごい。おお、幼女にすごい言わせた。くー、英雄になりたい。褒められた。楽しくやったやつがしぶとく生き残る。あー、技をショートカット忘れてた。そっか、そうすればもっと行けたんだ。 そして出前が届きました。晩御飯タイム。出前が届いたの。レジェンドクラッシャー、よっしゃ。これは嬉しい。トロフィー取っていきたいよね。で、ストーリーの方かな。コルネオの隠し財宝、こっちじゃない。めっちゃ嬉しかった今のは。今回の FF の面白いところって、負けても分析してちょっとやり方とか意識を変えると、片っぺでも全然なんとかなってしまうっていうのは、すごくなんか人生に自信を与えてくれるね。